女子 200m バトンが決勝、第8レーン平田美幸。女子の 200m バトンの決勝がスタートしていきました。予選トップ通過は4名の林美奈でした。インターで優勝しています2分5秒4秒でダウンしていた6名の星野さんが参加して予選しています。大会会を経験していますが、この200m バトンに力があります。その持ち田が先の 50m 27秒6分で通過しています。上位のダンサーに2人3人と並んでいます。3レーンの山口琴美が現在2位、4レーンの林美奈が現在3位になっています。さあ上位まだそれほど大きな差はありません。まず 100m のタイム見ていきましょう。 100m は3レーンの山口琴美、 ISC リーダー59秒11、4レーンの林美奈も59秒12、そしてこちらも59秒の実力がしています。5レーンの内川現在4番目、山口が今リードを奪っていますが、3レーンの山口、4レーンの林、2人が並んでいきます。 150m の通過、4レーンの林美奈が先頭に立っています。1分31秒30、3レーンの山口が31秒8、この2人がリードを奪っています。星野は4番手、3位のリードを5レーンの内田です。さあ順位を選ぶこのターンになりました。残りは5レーンの左から10m、4レーンの林が大きくリードを奪っています。この順位を奪っていきましょう。200m に進んできたのは林美奈です。